華やかな香りと爽やかなフルーツの甘さです。いや、やっぱ風味のグラデーションですね。なんか飲むごとにいろんな風味が感じられてすごい面白いです。あと甘いです。火の入れ方ですかね。エチオピア自体が結構いろんな品種が入ってる豆なので、まあ、そのブレンドってなるとサイズにばらつきがあって均一に火が入れるのが結構難しかったし、まあ、やりがいもあって楽しかったです。難しいのは均一性ですかね。やっぱりバラバラな粒の大きさでブレンドなのもあって、焙煎の後カッピングする時も結構評価が変わりたりします。夏の暑い日に、まあ、川辺とかでもうボトルキンキンに冷やして、もうそこにアイスコーヒーを入れて、もう夏メロとか聞きながら飲むのがいいんじゃないでしょうか。朝一でも夕空でも薄紅色に染まる遠くの空を眺めながら飲みたいですね。なかなか言うことを聞かない子供。夏の揺さぶられる気持ち。今年も暑い夏続きますけど、この夏明けで暑い夏乗り切りましょう。爽やかに飲める最高の一杯です。自販機でも販売してますので、ぜひ待ってます。じゃあバイバイ。